あー、おー、怒られた、怒られた、怒られた。怒られた、見た？すごい。ちょっと怒ったな。皆さん、こんにちは。タタチャンネルのお時間でございます。本日は、奈良公園からお送りしております。タッちゃんと違うの？怖いな。タッちゃんと違うの？いや怖いな。せんべい持ってしまってて、生徒たちみんなが群がってきて、助けて！俺はこんなしに来たんちゃうぞ。怖ない、なんか。ちょっとこの子知ってる？あ、年寄りじゃん。え、だっけこれ。あ、今日は。もしよ、年。もう鹿せんべい持ったら怖いよ、この子たち。あ、てこれあれか。ちょっと自動的にあげたんやな。ちゃんと餌も与えられるよな、こうやって。あ、この角かっこいいな。かっこいいよ、これ。あれ？女だるくどんな反応する？角がかっこいい。やば。かっこいい？痛い。ご飯で。欲しい。買いたくない。首切るか。このサイズで追ってくれるのはよくない。確かに。なんか、うん、かっこいいね。クワガタみたいな、なんか。クワガタ感が。何を開発しようと。気象がとても荒れて、はいはい、これを切っちゃうと全然違う。こんなことも、うん、あ、この子ね、ちょっと立ち上がりました。こいつ一貫でも来られたらやばない。 この尖った角をご覧ください。うわ、怖っ。これはちょっと怖いよ。まだ気をつけてよ。 あ、こっち見た。あ、怖いな。向こう、明るいよ。あ、あ、待てよ、遠いよ、遠いよ。あれ、うん、近づき、ほうやな、近づき。危ないな。これちょっと危ないな。顔近づいてる。ああ、ちょっと気をつけてよ。うんこ食べようかと思った。ズボンって刺される。うんこ食べてるのこれ。あ、うんこね。たまに。うんこ食べてる。ポケモンやな、ほんまに。ポケモンですか、あなたは。あなたはポケモン。うわ、すごいよ、すごいよ、すごいよ、これすごいよ。クワガタ怖えな、怖えな、角怖えな、角怖い、角怖い。こんなんみんなから作ってそうだね。いや、昔こんなんだったんじゃん。おお、タイガー。まあ、夜になったらこう集団で。やっぱ安心するんだろうな。野生の本能です、やっぱ。こうやって集まるのな。あ、よく来たら、小鹿じゃないの。ほんまな、こっち、あ、かわいい。あ、あんま近づいたらあかんかもしれない。あ、うん、親の守る本能みたいな。こっち系？こっち系があるね。本能で怒ってくるんじゃない。集団でね、こうやって集まって。半野生なんですよね、この奈良公園。奈良公園の鹿たちは半野生。
サイズかわいい。かわいい、クサくんよ。クサ食べよ、一生懸命くんよ。クサを。あにゃくんの下たちです。こうやって夜の公園で一夜を過ごします。舐め合ってますね、小鹿が多いですね、この時期は。あー警戒してるわ、僕の方警戒してるわ。あーかわいいね、この光景も。角があったらちょっと怖いね。あ、母鹿かなこれ。見て、子鹿が丸まってます。母鹿かな、分かってたね。子鹿に近づいたら怒るかな。かわいいね、バンビ、バンビ、バンビですね、バンビ、ね。本当人に慣れてますね、人も。これは宮殿の奥で鹿たちが来るんですね。ハプスブルク圏で、まさに母と子。かわいいな。なんか、うん、足の先黒いな。あ、ちょっと怒った、怒ったよな、ちょっと怒ったよな。母とかやね、これ。あ、おー、怒られた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 、見た、すごい。ちょっと怒ったな。ここに来る際は小鹿にね、ちょっから出さないように。かわいい、めっちゃちっちゃい、緊張した。かわいい、ちっちゃー。本当にやっぱこの奈良公園っていうのは野生と人口が融合した不思議な空間ですね。なんか僕も小鹿みたいに小鹿と一緒になって歩いてるんですけど、なんか不思議な場所ですね。ほら、ここは。かわいい、寄ってきた、かわいい。9月のね、この時期に来るのもおすすめですね。まあ、ちょっともうちょっと早かったらね、もうちょっと母親が敏感でね、危険とかあるんですけど、今もちょっと危険はあるんですけど、子鹿がいるんで、ちょっと神経が止まってるけど、ね、うん、子供が見れるからいいですね。セントくん、セントくんってやっぱうんこがつくけんね、こうやってうんこを取らなければいけません。これ臭いな。